アリ・ファザルは、インドのボリウッドで活動する俳優、モデル。ファザルはラクナウの出身で、一族はイラー・ハーバード出身である。ガンジスガーに近い村で幼少期を過ごした。父モハーマド・ラフィークは、中東の商社で働いていた。両親は別居していたため母方の祖父母の下で育ち、ファザルが18歳の時に、両親は離婚した。ラクナウのラ・マルティニエール・カレッジとデヘラードゥーンの、 ドゥーンスクールで教育を受けた。2004年に学校の演劇活動に加わり、テンペストなどを消し、トリンキュロー役に起用された。後に、ムンバイのセントザバーズ大学経済学部を卒業している。オールウェイズコビーコビープロモーション活動中のアリファザル2008年に、ザーザーエンドオブザラインで俳優デビューしたが、同作は工業的な失敗に終わっている。 2009年8月にはテレビシリーズボリュッドヒーローでモンキカプール役を演じた。大学の2回生の時に舞台演劇に出演し、彼の演技を見たサインイド・アクタル・ミルザの目に留まり、いいクズチャンスに起用された。同作は第14回ケイララ国際映画祭でプレミア上映が行われた。同年12月にはラージクマール・ヒラーニのきっとうまくいくに出演した。 ファザルは、プリトビ劇場の舞台演劇に出演した際に、きっと、うまくいくの、制作スタッフの目に留まり、ヒラーニに,に紹介された。同作では、アーミル・カーン、カリーナ・カプール、アール・マーダバン、シャルマン、ジョーシーと共演した。同作は、興行収入46億ルピーを記録する、ヒット作となり、当時のボリウッド映画歴代興行成績第1位となった。 2011年にシャールク・クカーンがプロデュースした Always ズ o b ーコ o b で主演を務めた。同作ではジセリ・モンテーロと共演し、役作りのために体重を1 5ラム減量した。同作は批評家から酷評されたものの、工業的には成功を収めた。恋もいの困るのあたは、ファザルの演技を高く評価しており、ザタイムズオブインディアのガウラブ・マラにもファザルを、 最高のキャストと評価している。しかし、ファザル自身は同作への出演を、キャリアの中で好ましくないものと位置づけている。フィルムフェア賞受賞式に出席する、アリ・ファザル2013年に、ムリグ・ディープ・シン・ランバーの、フックレイ・ナイナイズ・ク氏の男たちで、ミュージシャンのザ・ファル役を演じた。ファザルの演技について、rediff.com の西ティワーリーは、 パッとしない印象。ニューデリーテレビジョンのサイバルチャテルジーは、薄っぺらいキャラクターと批評している。同年10月に、間違いの喜劇をパロディ化した、ボトバワン・ゴージェに出演し、シンガポール出身の有名小説家カビールとギャングの、ボスのラーシアー・ビハーリーノに役を演じた。同作は批評家から酷評され、工業的にも、失敗したが、ファザルの演技は高く評価されている。 インディアトゥデイのファヒームルハには成長が楽しみな次世代の才能を、ザ・タイムズ・オブ・インディアはファザルがキャストの中で際立った存在と批評している。2014年にボビー・ジョススでビディアバランと共演した。当初、ファザルは何も演じることがないとして出演を拒否していたがビディアーとの一風変わったロマンスを演じると知り出演を決めた。ファザルは 探偵を志す女性を助けるテレビキャスター役を演じ、批評家から高い評価を得た。ボリウッドハンガマのタラン・アダルシュは、ビディアーのようなパワフルな女優と共演しても、アリーは、その存在を素晴らしい演技で感じさせてくれたと批評している。同年10月には、シノディ・ケーブルで、リアチャ・クラボルティと共演し、初めて、ロマンスソングシークエンスを演じた。ファザルの演技は、 型にはまった役として批判された。恋もいのモハルバスは、アリファザルは、彼の持つ才能にさえ近づいていません。彼は、良い可能性を秘めているが、この映画はそれを引き出すことができていません。ザ・タイムズ・オブ・インディアのレヌーカ・ビヤバ・ハレは、アリファザルは、彼の役に好感を抱いていたと批評している。両作とも批評家から酷評され、工業的にも失敗している。年に、 コモシャヤヌでアルコール依存症の小説家、カビール役を演じた。ファザルの演技は絶賛されたものの、映画は工業的に失敗している。ボリウッドハンガマは彼は老せずに顔の中に存在する幅広い感情を表現していたザヒンドゥーのアルジュンクマールは効果的なスクリーンプレゼンスを持つ自然体の俳優と批評している。同時期にアメリカ合衆国のテレビシリーズ、 ホームランドのオファーを受けていたが、コモシャヤヌの撮影に専念するため辞退しており、ホームランドには、ニムラトカウルが代わりに起用された。また、この年には、ワイルドスピードスカイミッションに出演して、ハリウッドデビューしている。ファザルの演技について、ザヒンドゥは、アリファザルは、一瞬の間に、仮面を出演したが、彼の前で一息つく前に、スクリーンから姿を消してしまったと批評している。 ファザルは3シーンのみの登場だったが、ボリウッドハンガマのスバーシュ・ケイジャーはそれらのシーンを楽しいシーンだったと述べる一方、それらのシーンは友人、ラムゼーの物語の一部とみなさなければならないと批評している。同年にはインドアメリカ合作のホーヒアワーツ・ゴーに出演した。同作は故郷を離れて暮らすインド人移民を題材にしており、複数の国際映画祭で上映された。 また、Y フィルムズ制作のウェブシリーズ、バンバージャ・バーラットでも主演を務めている。2016年にアーナンド・エル・ライがプロデュースした、ハッピー・ボグ・ジャイギー・でアバイ・デ・オール、ダイアナ・ペンチと共演し、同作は、批評的、工業的な成功を収めた。2017年に、ビクトリア女王最後の秘密で、ジュディ・デンチと共演し、ビクトリア女王の重木アブドゥルカリム役を演じた。 同年12月には、フックレイ・ナイナイズクシの男たちの続編、フックレイ・リターンズ。2018年には、ハッピー・ボグ・ジャイギーの続編、ハッピー・フィア・ボグ・ジャイギーに出演した。2019年には、ティグマン・シュドリアのミラン・トーキーズで、シュラッター・シュリナートと共演した。二千十四年にザ・タイムズ・オブ・インディアの最も好ましい男性の一人に選出され、二千十九年には、 ボリウッド映画ジャーナリスト賞のインダストリートレンドセッター賞を受賞した。2015年にニューデリーテレビジョンとフォーティスヘルスケア共同開催のイベントに出演し、がんに関する意識向上を訴え、闘病中の児童のための資金を集めた。また、トーチライナーと共にミュージカルコンサートを開催し、2015年5月、ネパール自身の義援金を集めた。2016年に、 ふっくれえないないづくしの男たちで共演したりちゃ、チャット後の交際を公表した。二人は2020年4月に結婚式を挙げることを発表していたが、新型コロナウイルスの流行に伴い2021年に延期された。コモシャヤヌのイベントに出席する、アリファザル、サプナパビ、グルミートチョーダリー。ありがとうございます。